サンライズ号。サンライズ号は、京都府、大阪府、兵庫県と熊本県を結ぶ、夜行高速バスである。当初は、大阪熊本間の路線として開業したが、熊本京都間を運行していた、京都号、熊本神戸間を運行していた、トワイライト号を事実上統合して、現在の形となった。本校では、京都号についても解説する。なお、トワイライト号については、 トワイライト、神戸号を参照のこと。また、この号においては2012年8月1日より運行開始したサンライズ号の格安便とも言える、熊本大阪、京都線、麻生熊号についても併記する。遠隔にもあるように、サンライズ号は1988年7月の運行開始して以来、その間に、系統統合、経路変更などを経つつも、 2018年7月には開業30年を迎え、長い歴史を持つ。運行開始した当時において、関西と九州とを結ぶ路線としては、西日本鉄道、阪急バス、当時、後に阪急観光バスが運行していた大阪北九州、福岡線、ムーンライト号に、次に路線目であり、熊本発着の本州向け夜行高速バスとしては、第1号であると同時に、 本路線が九州三考、近鉄の両者にとっても初の夜行高速バス路線でもあり、これを皮切りに両者とも路線を拡充していくことになる。なお、近鉄バスは2016年4月から一時期運行から撤退し、その間は九州三考が単独で運行していたが、2017年1月より運行に復帰している。予約制のため、事前に予約する必要がある。 以前は、近鉄バス扱い席は発車をライネット、九州参考バス扱い席はラクバス、現、バスで、に収容されていたが、全席が発車をライネットでの扱いに統一された。なお、2013年3月25日より、本路線並びに、後日の、阿蘇熊号をともじゃらん、ネットでの予約も可能である。ふとじは停車停留所、近畿地区内のみ及び、 熊本県内のみの利用はできない。1988年の運行開始時においては、九州参考、近鉄とも二車共通の塗装をまとった、日のブルーリボングランデッカ、右横乗車新参照が使用され、共同運行による一体感を持たせていた。後に、この塗装は、九州参考バスにおいて、他の路線にも流用され、現在においては、 同社の高速バス用標準塗装となっているが、すべては本路線がこのカラーリングの起源であり、通称、サンライズカラーと呼ばれているのもその名残である。その後は経年により、会社別塗装のスーパーハイデッカー車に代替されるが、2002年に京都延伸した頃より、近鉄便は原則1号車のみ38人乗りダブルデッカー車、三菱不装。 エアロキングミキー横した写真参照において運行されるようになったが2012年7月12日をもって通常のハイデッカー車に代替された。近鉄バス京都営業所の車両を使用する際、同営業所には夜行用、中行用ともに高速車の保有台数が最小限に留まっているため、同営業所所有の車両が充当できない場合においては、 八尾営業所よ車両を借用して運用される場合もある。下記は正規便のみ、続行者においては車両によって、非装備のものもある。遠隔にも記したように、阿そ熊号は、九州三考バスと近鉄バスとの2社共同運行で、熊本大阪、京都間を結ぶ。従来のサンライズ号と同様に二人乗務の通満運行ではあるが、 サンライズ号はゆったりとした独立3列シート車であるのに対し、こちらは通常の観光バスタイプの4列、横にプラス2列シート車が使用され、運賃もサンライズ号より低廉に設定されている。ちなみに、阿蘇熊号は熊本県内の停車箇所並びに熊本市内の運行ルートも若干異なる。また、神戸山宮には停車しない。相性の由来は、 熊本を代表する阿蘇山の阿蘇と熊本の熊を名称に入れた親しみやすさをモットーとしている。太地は停車停留所。近畿地区内のみ及び熊本県内のみの相互利用は不可。1990年の高速バス。開設ラッシュ時において九州産業交通が京阪バスと共同運行において運行開始した。九州産業交通にとっては大阪線。 サンライズ号、神戸線、トワイライト、神戸号、米屋、線、知らぬ日号に次ぐ4番目の路線となる。愛称は両者とも、京都、号であったが、九州産業交通は、バス車体に、京都と大きく会社体において愛称が入れられていた、二代目、車両からは、愛は入っていない、上、時刻表や、パンフレットなどにはすべて漢字表記の、京都号が用いられていた。一方で、 京阪バスは、同社夜間高速バス共通の総称であるため、他路線、福岡線や東京線などすべてと同様に、京都号として扱われている。運行開始当初は、そこそこの利用率を誇ったものの、もともと両都市間とのビジネス利用としては当てにならず、むしろ観光目的での利用が多かったためであろう。さらにバブル崩壊により年々旅行者は、減少しているためか、利用率も、 減少傾向を見せ始める。このためか、多客時期などは別として、通常期においては、他の3路線と比較しても、そんなに賑にわいが見られ、買った2台以上で運行しているのは、多客時期のみで、通常期は1台において半分近く空席が目立った。1999年2月には、京阪バスが運行を撤退。九州産業交通のみの単独運行として、 運行を継続したが、2002年5月に大阪線、三大図号と路線統合をされることになり、この日をもって、京阪陣営における運行業務を終了することになった。京都駅八条口、ホテル、京阪前乗り場、京阪平方市駅上木 IC 武蔵が丘から、松野本体熊本県庁前から、熊本交通センター。 阿蘇熊本空港から大阪国際空港間を結ぶ航空便や熊本駅から九州新幹線、山陽新幹線直通で新大阪駅間を結ぶ桜、水穂がある。かつては2013年8月1日より新高速のリアイバス制度によってこれまでのツアーバスから移行したロイヤルバスが熊本市のほか久留米市、福岡市を経由して 本路線と同じ神戸山の大阪梅田、京駅八条口を結ぶ高速路線バスロイヤルエクスプレスを運行しており競合関係にあったが2017年1月からはカレンダー制による多客時期のみの運行に変更の後同年9月末日をもって運行休止中となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。